くそ、このペホイミヘムホイミスライム出しようらへんわ。んでもうキーも出せやがって本当にな。うん、お青出せ、青2つだと、まあ、さっさと青2つ出せバカ、青2つ出せよ、お前の顔の色2つ出せこれバカ、お前のサチ加減やんけこんなもん。わあかんわ、わかんわ、わかんわ、もうなんつらなんつら。はい、というわけでパチモツ協会でございます。ビンゴに来てました、264,690。今日ね、本日一日朝から暇な時にはここでかけてました。あのずっと A ボタン連打だけです。掛け金は1000枚、600枚から始まったので約ね 2% の金額をかけていくと多分損はしないと思いますね。 2% ということは50回できるっていうことですね。全体的にね、で50回できる回数のベッドだけしていくと今のところ僕はこんな感じ。まあ分からないよこれ、俺が勝手に決めた 2% っていう金額やってるけど、今もだから20万超えて、まあ掛け金が1000以上かけられないんで1000にしてますけどね。5000いった時、5000で5000じゃん、5万いった時に1000かけたいです。5万枚いった時にね。でここまで貯めると26万。グリーンガムのムチ欲しかったんけどな、まあいっか。というわけでね、こんなとこおってもしゃあないんで色のない世界に行きます。さあ、あのバカレティスのせいでね、金なくなったんでね、ちょっとうさばらしにねギャンブルしてました。はい、では行きましょう。帰ってこれたんだよね。よし、呪文、ルーラ、ここや、レティシア。さあ行きますか。うん、だな、な、卵取り返しに行かなきゃ。卵はね、しゃあない、しゃあないわ。あいつうだうだ言いよっから、一回俺のこと、これ俺も言っとくけど、あの恨みは忘れんからな、あいつ、あのクソ鳥、本当に俺をぶち殺しやがってさ、試したかどうか知らんけどさ、死なない程度に収めろっつんだよ。よし、呪文、トヘロスだよ。お前らなんかもう戦うわけねえんだよ。トヘロスって自分より弱い敵しか出えへん、出なくなる。強い敵しか、強いというか自分に向かってくる敵しかに、まあ、要は確実に逃げられる敵以外は見えるんじゃないの。なんかいろいろと緩い設定になってるよね、このドラクエね。うん、嬉しいけど。楽やけど。ああ、もうだいぶこれだけど、このラーミア取ったとこぐらいなんかな、ドラクエ3でいうね。これもこいつ取ったら。オーブ集めてね。もう後半かな。だから飛んでいったら次、あのレオパルドン、レオパルドン取ったんやろ、レオパルドン。レオパルドちゃんをぶっ倒すんでしょ、あいつ飛んでっから。やつをぶっ倒すってことやんな。もうだけど、もう一賢者殺されへんことには始まらんよな。もう一賢者殺されたら、7人の賢者始末されてラプソーンが復活するんでしょ、そのラプソーンをやっちゃうわけでしょ。よし、今日行っちゃおう。クソレティスめ、あいつほんとあのクソ鳥だけはね、最後焼き鳥にして食うたんかな、あいつ。この世界すぐとは大事、焼き鳥やから、卵目玉焼きのせやからな、ほんで焼き鳥丼目玉焼きのせにしてやるわ、お前の卵でとふざけてやがるわ、あいつ。ほんとにクソ勇者やぞこっちは。まあ、だけどこいつ勇者っていうくくりじゃないよね、今のところね。なんか知らんけど、トロで の杖取り戻すのと、容姿を元に戻してやるみたいな感じの雰囲気やからな。まあ一般庶民みたいな。まあ衛兵ってことでな。よし、あそこか。レティスの野郎。あのクソレティスの野郎、違うわ。どこにあんねん。どこにあんねん、お前の止まる、あいつの止まったとこどこにあんねん。ほんとこっちか、この上か、この上かな。飛んでこいや、お前から先に鳥、お前のために行ったってお前が飛んでこいやもん。出口のとこに当たった。よし、じゃあ何だっけ、ゲルマかゲドマかなんとかいうあいつ倒すか、鳥の強いやつ。
私の、それで行く行く、やれもうさっさとしろ、このうすらトンカチ。あぶね、全然パワーなかった。今やばかった。今このまま行こうと思ったけど、こんな感じやったよ。パワーなかった。ククールとゼシカちゃん危ないな。ちょっとあれしよう、作戦で満タン。 MP、 うわ MP もないやん。うわ俺ちょっとあかんわ、全然あかん。ここ寝に帰らなあかん。お前回復しろや、お前回復とかできひんのか。お前回復しろや、俺を回復しろ。んだとこの野郎、本当によ、役立たずが。回復しろよ俺を、お前言ってもらうんやったら。お前と戦って傷ついた俺を回復しろ先に。ほんとなんか気の利かねえやろ。だからすぐ行けますかって聞いたんかいつ。でまたここね、寝室が遠いんですよ、奥のね、腐れ村長のところに行かなあかんかん。遠いわ。まあこれぐらいで遠い言うとたらあかんけどね。てかさ、洞窟入ったらトヘロス使いはさ、敵出へんのちゃうの。強い敵前出へん。お前と喋る必要なかった。ゲモン。今、レティス組み込まれた。落ちただけで頼りじゃ。パチルーダーの上から、私からもお願いする。どうかレティスの卵を教えたってな。なるほど。レティスが無双だと、そういうことだったのか。これで魔物が強くなってきているのも、あんたたちがこの世の世界に行ったのも全て繋がったよ。それでもレティスに認められた魔物たちのため、あんたたち大工を大した奴らなんだな。寝ていくよ。ただかな。ただっぽいよな。それはただやろうな。ここすぐに来てんねもん。っていうか、助けてやんねやからさ、金取んなや。まあでもまあ勇者じゃないからな、言うてもな。言うても勇者ではないからな。この世界では今のところまだね。ただのしがない、しがないお月の兵士やからな。そんななんか融通は聞かせて、お前なんかレティスのこと怒ってたやろ。あんな、いらだがうさかったけど。なんだよ。あ、こいつら知らんのか。こいつらは知らんてえなってんのか。レティスがどういう事情やったか。ゲモンやった。ゲダス。ゲボン。ゲモンやったっけ。ゲモンやな。トヘロス消える前に着きたいな。トヘロス消える前に着きたいな。こっちか。アングルがもういい、もうちょっと上に上げろや。ユーズキファジーっていう言葉知らんのかお前。もうだいぶ前からお前使われてる言葉でファジーっていうのをお前それやれや。ヒトヘロスなくなったら別にかまへん。かましません。どこ着くから。それでは喋るな、このクソ鳥。乗せていけ、このさ、クソ鳥が。とに俺のこと殺しやがって。お前のせいで戻ってんだよ、こっちは。体力なくして。かわいそうに。かわいそうになんだよ、俺が。死体待つ。あ、こんなん戦ったことあるやつばっかりや。何個あんねやろ。ギャンガスやっとこう。5個ね。はい、わかりました。この辺になんかアイテムないか。お、何？あれ、なんかやばそうないるな。一応戦ってみようか。一応一匹で出てほしいな。うわお、シャドウ。逃げようか。闇の司祭一匹やったら戦うけど、こんないっぱい戦っててゲモンに勝てへんかったら嫌やから。ゲモンとかまたどぎつく強かった。まあだけどレティスやったら勝てるっつってんやから、そんな大したことないよな、多分ね。俺レティス倒したから。そのレティスよりかは弱いってことやろ。あいつなんか攻略あったんかな、レティスって。もうちょっと倒しやすい攻略。うわ、もうなんかシャドウと仲間かよ、お前ら。シャドウと仲間たちみたいになってるよ。ジゴスパーク、使えるやん。なんで？ドラゴン斬り。あ、これ、特技や。そうか、特技したらよかった。そうか、そらせやな。前回は特技やらへんかったから分からんかったんや。え、違う、特技。オノムソ。呪文、バギクロス。バギクロスはこれ効かへんの、こいつには。呪文で、イオナーズ、ポジは。いけ！自己スパーク！自己スパーク！ツオ、ツオイ、ツオイは、え、効かへんの？ああ！お前のバギクロスは効くんかよ、ふざけんな、ボケ。俺のバギクロス効かへんの、お前のバギクロスは効くんかよ、バカ。ずるいんじゃない、ボケ。よし、死んだ、死んだ、死んだ。
死んだわ、ボケが死んだわ。ぐえー、与えられへんってどういうことなの。与えろや、与えろって。よしよし、なんだよ、与えられないとかあんのかよ。そんなことあんのかよ。よし、あの司祭倒したし、もうとりあえずいいわ。見たことないやつだけ倒しとけばもう十分だろ、こんなやつら。よし、これで1個ね。あと4個。うん。松明なかったら見えへんのか。これあそこでもらってきたんかな、さっきの村で。っていうかさ、闇に住んどるくせに火必要なんや、ライト。明るさ必要なんや。闇の世界の住人のくせに。もうお前とか戦わんからな、絶対に戦わん。もう戦うことないから、お前とは。分かったとこなんかないかな。あ、ゴールや。下の地図見たらこの先行ったらゴールや。ゴールしに、俺はちょっと散策してから行くから。ブラックスライムいるわ。ブラックスライム、もう逃げた逃げた。雑魚いのお前ら、なんだと。ただの行き止まりだと。損したわ。っていうかさ、ヤンガスもさ、この回にはもうないようだとか、そういう言い方しろやな。ざっくりしてんねん、これ。全部のあいつの鼻聞きすぎてんねん。この回ぐらいしかわからんわ、とか。やれや。地下1階とか2階とか、俺はそんな無理やわ、とか。やれや。鼻聞きすぎやろ。盗賊の鼻って聞きすぎやろ、ちょっと。この回の、だから、取り尽くしたようだとかにしろや。あ、宝箱。違うわ、オレンジやから色ついてるもん。でも宝箱に見えるわ。ニワトリも戦ったし、ええわ。ダークターキーとかそんなやったやな。これモズクやったやろ、こいつ。これ戦ったな、こいつ戦った。よしこ、よしこ、どこ行くんやろ。全部一緒の階なんかな。あれ、何ここ、外出たやん。あ、ここを抜ければ人間なしで歩いていけるということ、そういうことか。こういうことか。下にマップ載ってない。洞窟の外を通ってんのか。そういうことね。5個もあるらしいからな、宝箱な。うわ、なんか行ったり来たりする場所が2箇所ある。階段っていうか出口みたいな2箇所ある。下の地図見ると。だからこれマップがあっていいよな。なんかちょっとずるい気もするけど。ロンダルキアの洞窟どんだけ大変やったか、ほんまに。ぬるドラクエもぬるなったもんやな。持てんのかな。もうついこれでつい近い方でつくっていうことはまずないっしょ。下からもよかった。いつまで鍵かかってるっていうんやろこいつ。ハゲンのリング、なんのハゲンのリングって。なんかしら思ったわ。できんのかな、錬金。ああ、そうか。あいつおらへんのか、ミーティア。あいついいんやな。あいつミーティアウェーとか言うて、ミーティアゲーとか言うとったな、アホみたいな顔してあいつ。うん、ちゃうんかよ。この闇の世界来てるやろ。来てるはずやろ、ミーティア。この場所、おっさんいつの間にみたいになるだけか。急に来て。急に来て、おっさんいつの間にってなるだけか。あら。骸骨いた。何やろか、死神の騎士的なやつやったっけ。影の騎士か。戦ったし、いいけどな。いいけどな。うん。ちょっと待って、嫌がらせ？嫌がらせですか、これ。目の前にあんのに取れへんっていう嫌がらせ。ジャンプしろや。飛べるやろ、あれぐらい。俺でもなんか、ちょっとジャンプできそうな距離やったやろ、あれ。負けに落ちたかで水やがな。ちょ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 。ああ、ちょっと待て、お前追いかけてくんのよ、ボケ。追いかけてくんのよ。来た。よし。これで3つ目か。金塊、やった。あと2つやな。うん。まあ、5個ぐらいまでやったら俺もね、覚えてられるな。なんだこれ、ちょっと後ろ回ったけかよ。もう地図のある鬼からしたらこんなもんね、騙されへんかな。2階って書いてある。あ、そうか。2階か。洞窟に2階ってことね。ここで次3階行くんか。ちょっと写真なんか他撮れとかないやろな。急に出てるとかないやんな。クエスト手帳。
増えてないよな。ニューとか出てないよな。オッケーオッケーオッケー。ミクリアで。ないな。レティシアの金のスライム。これ表でしょ？あ、闇のレティ、これ取ってんな。これも出ない、もう出ない。ここはもう終わってるわ。終わってる。あいつ、あいつあんなとこおるわ。あいつあんなとこおんな。ちょ、一緒の方逃げんなって。危ない。うわ、こいつ戦ってないわ。戦おう。こいつ戦ってないし戦おう。これなんやろ、闇の太陽とかかな。スピンサタン、へえ。そうね。特技ジゴスパーク。ジゴスパークって結構あれやね、いいよね。オノムソ攻撃でいいか、スライムやし。よし、ジゴスパークで大体死ぬやろ。ジゴからイガズギ呼び寄せた。ドーン、えぐ、えぐつ、えごつないわ。えごつないわ、あれだよな、これ。すごいな。すごいな。俺が食らいたくないわ。このジゴスパーク使う敵とか出てこへんやろな。怖怖いわ。ジゴスパーク使う敵出てきたら怖い。これ勇者しか使えへん技やんな、もちろん。すげえ、やっべ。火力ありまくり。モンスター、真っ青。やばいなぁ。何こいつ。こんなん、こんなん戦ってないわ。鉄球持ってるで。あれかな、ケンダマンかな。うわぁ。特技。ジゴスパーク。ヤンガス。攻撃。これすげえ、スケアフレイル。うん、なんか盾が割れてる。特技。ハヤブサ斬り。ヘドロイド。ジェシカちゃんもヘドロイド。これでいいか。よしけ、ジゴスパーク、ひね、ドア、強え、強いわ。あ、もう一回攻撃すんちゃうんかよ。ハブサギリしたやんけ、お前。よし、ジゴスパークあったら大体もう終わるな。ほぼ終わってんな。ジゴスパークで 9割方終わってるよな、戦闘が。やばいな、ジゴスパーク。チートやで、これ。ちょっとした、やばい、やばいわ、めちゃくちゃやばい。うん、あとにこう宝箱どこにあんねやろ。ないがな、ないが、まだ遠いんかな。7階とか8階までだったら嫌やな、これ。もう宝箱出てきてほしいな。あれ、これ通り抜けただけ。ただ通り抜けただけな。こっちでいいんかな。どうすんのこれ。これ来た道戻っちゃうよな、4階の。戻るよな。進まなあかんじゃない、やっぱな。3階からこれいきなり4階なん、これ。そうなんや。まあええけど、宝箱置いてないな。宝箱だけ見ていかなあかんわ。のこの、戦わんぞお前らとは。で、新町の巣裏4階って書いてある。裏の4階らしい、ここ。これでも2つ行く場所あるよ。どっち行ったんや。近い方から先聞くか。やっぱりだいたい近い方は間違ってる法則あるからな。ちょ、お前そっち逃げんねん。俺が行くとこやから、そっち。わらびが塗ってる、でっかいわらびが。おっ、ちょ、やめろ、ヘルコンドルな。ダークターキーとか言った。じゃあこれ何やったっけ、こいつ。戦ったよな。暗黒蝶や。ええわ、戦わんで、戦わんで、こいつとは。何が出んやろな。悪魔の鞭。これなんかいろいろあんちゃう、これ。これなんか弱くなるやつもあったよな。あ、じゃあ錬金できひんやけ。取ったからって言って、その錬金できまへんがな、そんな。悪魔の鞭の装備したらやばいよな。さすがにやばいやろ。悪魔の鞭みたいな名前、あかんやろ。危険な香りを漂わせる魔性の鞭、鞭って書いてある。幻に強くなる指輪。凍えるチーズ。幻すんのかな、じゃあボスが。叩いた敵から時々 MP を奪える。あ、だから、せや、あいつに、
次渡しとかなあかん言ってたやん、クールに。どうせこれ戦わへんやからな。今戦うから言えば、今戦うから装備せんでいいけど、とりあえず杖は持たしとかへんとあかんねん。マジックパワーのなんていうの、節約できるから持たしといたら。よし、あと1個が宝箱。これだけ最後の、最後のとじゃん。ゲモンがいっとこにあったりするんちゃう。うわまだこいつや。お前ちょっと狭いとこにいるなや。飛んでんねんか、お前道の外とか見っけや、ちょっとぐらい。うん、一匹やし、やったろ、ガチ殴りしてろ、ガチ殴りで。ガチ殴りでどんなもんか。オッケー、240、めちゃくちゃ強いやん。なんなんやんが、めちゃくちゃ強いやん。200なんか当てんねん。強っ、すごいわ。ちょ、お前狭いとこで逃げんなってたから。なんやねん、逃げてんのか襲ってきてんのか、わっけわからんわ。ちょっとめちゃくちゃ強いからやったろ。特技疾風突き、自己なぎ払い、これやってみようか。攻撃特技、あ、自己スパーク、こいつも使える。なんでこいつのマジックパワーめっちゃ買うな、かかるな、やばいな。じゃあ、はやぶさ切り。はやぶさ切りはただなんや。マジックパワーただやわ。特技。ランダムで狙うったってさ、お前。ランダムとかいっぱい全員攻撃できる。普通のこのムチの、うわっ、普通に全員攻撃できるムチの方がいいんちゃう、ランダムいろいろ選ばれるより。あ、そうやって2回攻撃する。1回、2回じゃないんや、キラーマシンみたいに。なるへそ。あれ、ヤンガス、そんなとどめさせてしまった。もうヤンガスのことやから殺していいの思ったけど、そうでもないんや。よしよし、余裕っす。あ、でも戦う前に回復しないやばいな。思ったより減ってるわ、パワーが。なんなん、結構青いやん、外とか。青とか紫とかあるやんけ、全然普通に。白黒っていうわけじゃないよね、完全にね。まあ宝箱とか色ついてるもんな。わあ、これまた長い長い道のりの、なんかそんなんだな、これな。これ上がったから何やねんこれ。ちょっと待って、これどうしたらいいの。宝箱どっちのあと1個しかないから、この先ないやろ。ないな、ないよな、ないよな。こういくでしょ、ここの先か、ここ、こっちの先行ってみようか。ちょ、邪魔。これの邪魔をするな。ああ危ねえな、俺と当たるだろ、このバカタレが。もう俺は肩が当たったぐらいでお前を殺すタイプやぞ。肩が当たったか言うから、肩が当たったっていうことでお前を殺せるタイプやぞ、俺は。おい、そこで待ち伏せすんな、ボケはよ。降りろや、よ。何してんねん。あっち行けや、よ。回転して消したろか、お前。ちょっと離れて回転して消したろか。まだいいのか、お前。回転して消したろか、お前、これ。ざまあ見ろ。バシルーラみたいなのやったわ。どこか消えたったわ、あいつ。本当にもう困っちゃうよ。ああいう輩が一番困っちゃうんだよ。登れもしねえくせにね。入り口で待つ、登ってこようとするやつ。何これ。なんかぐるぐる回ってるで。何これ、もう左と右逆やねん、これのアングル。これ表のと左と右逆。上押したら、下押したら上向くとか、こういうのやめて。上は上、下は下、左は左、右は右にしといてください。全部これ逆ですから、やりにくいわこのアングル。変えれるようにしといてほしいな、こういうのな。カメラの操作とかも。これって決めちゃってるもんね。これもうゴールちゃうの、もしかして、この感じ。あ、めっちゃ下宝箱あったやんけ、ほら。うわぁ、俺これゴールしたかもしれん。帰りにとって帰ろうか、ほんならもうしゃあないな。倒したからすぐ帰らされるわけちゃうよな。
ありがとう言うてね、じゃあ送っていきますとかって、アホみたいな気聞かしてさ、卵迎えに来たさ、あの霊長らしきやつが。ないよな、それ。いきなりムービーとかやめろよ。ああいるやん、そこに。いるやん。そこにいるやん、もう。え、そんな近くに、もうバレたで。いや、めんどくさいし、もう一回戻ってくる、倒してからあの宝箱を回収しに行こう。いや、いるやん。ちょ、そうって言ったら卵取れるやん。ほら、卵取れるやん。ほら、早く持ってけ、これ。早く卵はもう先に、こんなんええやんけ。レティス来いや。どこおらへんのかな、あいつ。下の方にどこか黄昏てへんのかな、あいつ。見えへんかな、ここからレティス。あ、おるやん。じゃあ、ラオイの違うわ。じゃもう取れや、これ。取ったらええやんけ、これ。こいつアホなんから。ちょっとでかいだけやん。待って、巨大な卵はわずかにぬくもりが感じられる。だから持って帰るよ、こいつ。どうせ青いで気づいてへんねんから。こんなとこどうして人がいる。バカだね、お前。全然気づかなかったな。それにその姿、この闇の世界の住人ではないんだな。一体どこから迷い込んだ。迷い込んではないけど、まあいい。こっちの天然卵を見張っているので、いい加減飽き飽きしてきたところ、せっかく来てくれたのだ。暗黒神ラプソン様の腹心妖魔ゲモンが直々に遊んでやるじゃないか。まあ、でも恐ろし強かったら嫌やな。 あ、雑魚いるやん。じゃあそんな時にはやっぱり自己スパークですね。とりあえずの、とりあえずの自己スパークと、貯める、貯めましょうか。で呪文で、バイキルとパテリロ、呪文でバイキルとヤンガス、こうしよう、うん、よし、自己スパーク。わあ、これでいいやんけ。え、魔法カンタとかしよった。魔法カンタって何？魔法跳ね返すんかな。やばいな。魔法跳ね返されたら危ないからやめとこう。ああ、前にしょうもないことすんな、ボケ。自己スパークって魔法じゃないよな。自己スパークって魔法じゃないよな。もう貯めてみっか。で、呪文で、スクルトしようか。あ、ちゃう、待て。こいつ攻撃でデスターキーだよ。ほんで、呪文で、ピオリン。これでは。いけ。ピオリン！よし。20テンションだったわ。痛いわ。これいうのがフーバー派がいいやな。うん。火の魔法に効くかって言ったらそういうこっちゃないらしいよね。貯める。こいつやらへんやろな。なんかのあの波動的なやつ。こいつの事故、じゃあこいつも長期戦になったら嫌やから、早ぶさ切りにしてみよう。いや、違う。呪文や。スクルトや。これしな。さっきルカにされたから。んで、マジックバリア。攻撃呪文。魔法カンタは跳ね返す。攻撃呪文。魔法メラゾーマ。魔法カンタ。これにしようか。これでは。よし。え、俺一人だけ魔法カンタって。全員魔法カンタじゃないの？俺一人魔法カンタな。あかん、返された。バカだ。うわー、死ぬやんけ。ほら、もうとりあえず戦う。もうじゃあさっさと戦わなしゃあないな。ザオリク、ククール、これでいいか。よし、けザオリック。よし。よっしゃ、800。えげ、えげつない。えげつない戦いしよった、こいつ。やっべ。やっべ、こいつのテンション、そこ知れねえ。やっば。やばいわ。バイキルとはまだ残ってるよな。一応、まだバイキルと残ってるよな。じゃあ、魔法カンタ？魔法カンタちゃうわ。ベホーマのでしか返されっかな。で、呪文。だってあいつ返してくるもん、やったら。フバーハでは。よし。バーハ！自己スパーク使ったらククールの、今度。よし。テンション50も貯めたろ、このまま。
わあ、やっぱ帰ってくるやん。やっぱし帰ってくるやつやん、これ。よし、終了だった。ウバーハ聞いてるよ。よしよし、聞いてる聞いてる。貯める貯める。特技自己スパークで、こいつどうすんねん。ゼシカちゃんどうしたらええねん。魔法して失敗したな。魔法、まあ死んでもらおうか、ちょっとな、軽くな。何したらいいんやろ。特技道具を、じゃあ装備を杖にしたらいいねんな。杖、竜巻、呪文を封じ込める、ここにしよっか。装備で特技、これでいろいろ祝福の知恵、これジェシカちゃんこれ自分でしたらいいんだ。よし、20 OK、 これ2回サンキュー。いや、これでいいや。あ、ラッキー。やめろ、お前。しょうもないことないわ。お前は100歩言うて許したろ。おい、痛いわ。お前、ふざけてんな。ほんで、貯める。こいつも、あれでいいんじゃん。では、特技、自己スパーク、道具。どう、つことこ、特技つことこ、祝福の杖つことこ。ジェシカちゃん、やっとこ。こいつらまだ死なへんから。あ、ククールにしといてよかった。失敗した。まあ、ククール死んだってええか、この際な。自己スパークだけやってくれた。え、ここでバイキルト消える。いけ。うわ、強いわ。強いな。仲間呼ぶ分にはいいよ。で、ヤンガス切れたから、パテリロ攻撃、これ貯めて、呪文、バイキルト、バイキルト絶対決めとかなかんやろ。テンションには関係あるかもしれんからな。これ関係ないですよってまた教えてください。一応俺は保険のためやるけど、呪文、じゃあ道具、祝、じゃ特技、祝福の杖、ククール、これでは。OK。よしよし。おし、あいちゃん、お前それちゃんだ、バカ取りにやってもうた、ボケ。あ、ふざけんなよ。うわ、100になった。うわ、すんげえ。やっぱ、俺はしょうもないやつにやってもうたわ、ボケやわ、俺。なんであんな取りにやったんやろ。あいつ呼び寄ったからやんけ。あいつ呼び寄ったからやんけ、ボケ、ほんま。失敗した。攻撃、これ絶対ゲモンじゃしとかなあかんわ。日本。デフォマラんで呪文、特技じゃなくていいか。特技もうないよな。呪文、どうしたらいいやろ。こいつ別にそんなやることないよな。そんなにやることないのよ。まあ一応呪文にやっとこうか。一番少ないし。よし、行け、ヤンガス。ドーン！いや、1000やって。すんげえ。え、死なへんやだけど。1000も与えたのに死なへんや。よし。1000も与えたのに死なへんや、あいつ。受けてる、さすが。さすがですね。貯めましょうか。特技、自己スパーク。ちょっとこれ、自己スパークいいな。特技、これククールにしとこう。これではパテリロの場合切るとまだ溶けてへんよな。よし、 100% 俺初めて見たわ。初めて見た 100%。 自己スパーキ買ったんじゃこれで。死なへんや、強いなこいつ。なんぼ2000ぐらいあんの。え、やばいんじゃん。一応バイキルトやってみようか。一応パテリオに、ね、念のためね。で、特技、これパテリオにしよう。50きた。OK。パテリオはバイキルトが効いているっていうのかな。20。パテリオはバイキルト。え、なってない。よかった。ああ、ここでフバーハが消えた。まあいいけど。
いいよ。よし、ここでデスターキーとかならないようにしないと。50やから、もう一回貯めたろ。よし。呪文。違う。特技、自己スパークの。これ呪文だ。だってこいつ回復なんか絶対覚えてないよな。そう覚えてるわけないよな。特技、祝福の杖。ゼシカちゃんにしとこうか。100なれ。よし、来た。自己スパーク。来たー、すげえ。パテリド、Z だぜ。ゴッドだぜ。ゴッドや。パテリロゴッドになったわ。うら、これで死ぬなよ。これで死ぬなよ。頼むぞ。ちょ、パテリの必殺技でやらせてくれ。パテリの必殺技で殺してくれ。よし、来た。攻撃、貯める。特技。これ急いでみよう。もうこれ買ったやろ。買ったでしょ、きっと。これ買ったでしょ。よしね、イエーイ。強いわ。赤くなった、強い。やった、買った。17,32も持った。やった。ゲルダがかよ。ゲルダかよ、おらへんけど。ゲルダ何あげていいかもわかんない。また見とこう。ちょいいって。はい、スキルの種持ってたって。よし、やった、ゲーモン倒しちゃったで。バカな。あれ、喋んや。こんな強い人間がいるなど。当たり前。そうか、レッツだな。やつがこの俺を倒させるために光の世界から貴様たちよ。強かったで。おのれ、相当上がればこのまま倒されてなるものか。卵やんのか。奴の卵も道連れにしてやる。死なば者ともよ。このゲモンをメガンテ。後悔するがいい。メガンテ。メガンテ、もしかしてドハーン言ってるよ。レティス来てるやろ、どうせ。あら、あ、違う、生まれたんちゃん。さっきの音は。あらら、一体何。卵割れた。これはどうして。お前バチが当たったん、俺殺したから。私、レティス、ごめんなさい。スクちゃんが、お前が悪いんやぞ。どうやらあなた方にはほんまや、迷惑しかかかってへんわ。お前もこうなんやで、先にゲモンとかお前戦っといてよかったんちゃう。光の世界から呼び寄せておいてこんな嫌な思いをさせてしまうなんて、本当に申し訳ありません。さあ、ここにいたところで、潜ってかんで宝箱取るから。いいか、ちょっと待って、宝箱行くから。母様、待ってください。え、おんにゃ。まさか私の赤ちゃん。生まれたんじゃん。そうです、母様。生まれてくることもできず、こんな姿でお話しすることになって。なんでもありやな。ごめんなさい。僕を助けるために来てくれたその人たちにお礼がしたくて、こうして姿を現したのです。お礼。しかし、あなたは。いいえ、母様、こんな僕だからこそできることがあると思うんです。お前に乗るんかな。実体を持たない魂だけの僕に、皆さんも体を貸してもらえれば空を飛ぶことができるようになるはず。え、どういうの。実体持たない魂だけの僕に、皆さんの体を貸していただけたら空を飛ぶこと。どういうこと。どうか皆さんの旅に僕をご一緒させていただけませんか。意味がわからん。私からも。どういうこと。お前何にも役立たへんじゃん。お前、この子があなたたちの役に立てるなら。役立つの、お前。私も救われ。飛ぶの。お前死んでるやろ、飛ぶの。どうか、え、一旦モメン的な幽霊乗れるみたいな妖怪やろな。ええけど。ありがとう。あなた方には
感謝してもしきれません。よかったな、あえてこの亡霊みたいなんでも子供に。それでは僕は皆さんとご一緒できるように姿を変えます。え、何でもありやんけ。お前いつでも呼んでください。お前すごいな、何でもありやな。生きてんのと変わらへんじゃん。予定がこのやあれ、これが終わったら、これが終わったら、え、なんなんこれ、レティスの卵、新長の魂に入れた、新長の魂を袋に入れた、袋に入れんにゃ、その魂の結晶とも言うべき衣装を使う、あなたたち人間でも鳥の姿で、あ、俺らが変わんの、鳥に。ただその力は私たちが本来属する世界、すなわち光の世界でしか発揮できないように気をつけてください。さあそれでいきましょう。私たちが乗ります。え、もうほらやりよった。あー、もうこいつやりよったわ。予想通りやりよった。もうやめて、ちょ、さっきんとこで下ろしてくれや。もうちょっと待てや、宝箱取りたいのに。やらかしてくれるわこいつ。ちょ、迷惑や言うねん、そういうの。ちょ待てや、もういい。なんとまあ不思議な体験をしたもんだな。ほら取れへんかった。あのようなもう一つの世界が存在するとは、実際に言ったものでなければ。もうあいつレティスまあまあ迷惑。あいつほんとろくなことせえへんわ。今もそこに扉がなければ、ああ一応あの体験は夢ではない。行けるだけまたいいかもしれない。疑うところじゃぞ。ふざけんなよレティス、ボケお前。ほんま手間しかかけさせんわあいつ。ほんとクソ、クソ鳥だわ。クソのような鳥だわあいつ。ああ。というわけで、私は今から回収しに行って帰ってきますけども、動画の方は40分超えたんで、ここいらで終わりたいと思います。というわけで、バテモソ協会のダラダラドラゴンクエストでした。くそ、ほんと最後までレティスにはほんまやらかされるわ、あいつ。くそ、めんどくさい鳥。